東日本大震災で全てを失った僕がどうやって半年で都会で一軒家を持つことができたのかその秘密を知りたい人は他にいますか今期中国スーパーリーグの甲州恒大は。 アトレティコ・マドリードからコロンビア代表 FW ジャクソン・マルティネスを獲得した。移籍金は約55億円。元ブラジル代表ミッドフィルダーパウリーニョ、リカルド・グラルに加えて、またも、ワールドクラスの選手を補強している。爆買いクラブの代表格、甲州。やはり、この力は本当にすごい。他の中国人選手も、技術と球際の強さがあり、そこに、スター選手の創造性が変化をつけることで、 彼らの能力がうまく引き出される。指揮を取るのは、こちらもワールドクラスの高級取り、元ブラジル代表監督のルイス・フェリペ・スコラーリだ。2002年日韓ワールドカップを制した実績を持つスコラーリは、守備重視の現実的なチーム作りで知られる。それを改めて印象付けたのが、昨季2015年の ACL だった。準決勝のガンバ大阪との対戦で、第1戦に2-1と勝利した広州は、第2戦のアウェーを、 慎重すぎるほど慎重に戦った1点さえ取ればアウェーゴール差で逆転できるガンバ大阪は後半に宇佐美隆や長身フォワードの長澤俊輝を投入して逆転を狙ったしかしスコラーリは守備的な選手や長身のディフェンダーを投入しながらひたすらゴール前に鍵をかけシャットアウトそのままゼロのゼロのスコアレスで逃げ切ったガンバ大阪は1点が遠かった 正直に言えば、そこまで守備重視にしなくても、杭州の子の力なら、普通に戦っても、点を取って勝てそうなのに、とは感じた。しかし、万に、一つの水漏れすらも許さないスコラーリの采配は、スコアレスドローを選択。リスク因子があれば、徹底的に排除する。その、堅さは印象的だった。スター選手の攻撃力と、手堅い守備を、圧倒的なカリスマで統率する。スコラーリは、 この金マンクラブに最適な監督だろう。やはり、今年も優勝候補に違いない。ところが、今季の ACL 第3節で、浦和レッズと2の2で引き分けた広州高台からは、意外な弱点が浮かび上がった。肩さえのもろさ、とでも言うべきか。6バックになる広州を巧みについた浦和。浦和は、序盤に2失点を喫したが、前半30分に、相手ゴールキーパーのパンチングミスから、武藤勇樹が1点を返し、 息を吹き返したその後、浦和は攻めてをチェンジ。ボランチの青木拓也を最終ラインに下げ、代わって、両サイドバックの牧野智明と森脇亮太を高い位置へ上げた。両サイドでの優位を同時に獲得する、ミハイロ・ペトロビッチの戦術だ。すると、広州の両サイドハーフは、牧野智明をぴったりとマークして下がり、結果として、広州のフォーバックは、シックスバックのようになった。スコラーリは 守備の約束ごとに厳しい監督だ。ミッドフィルダー、ジョン・ロンとファン・ボーゲンは、上がってきたサイドバックを絶対にフリーにするなと、言命されているのだろう。監督の指示を忠実に守った結果、杭州はシックスバックになり、中盤がスカスカに空いた。しかし、この状況を、前半の浦和がうまく活用できたとは言えない。有効だったのは、ペナルティーエリア隅のスペースに、ズラカンがディフェンダーを背負ったまま飛び出し、 キープして折り返す攻撃くらいで、あとは崩しきれないまま、クロスを入れて、屈強なディフェンダーに跳ね返されるパターンが続いた。浦和の攻撃がハマり始めたのは、後半になってからだ。牧野智明が高い位置を取る状況から、両ウイングの梅崎司と宇賀神智也が中へ入り、そこから裏へ飛び出すプレーが増えた。典型的なシーンは、後半6分。裏へ抜けた梅崎が、柏木陽介のパスを受け、グラウンダーの短い折り返しを、 武藤がシュートに持ち込んだ。ポイントになったのは梅崎の動きだシックスバックに吸収されたミッドフィルダージョン・ロンが梅崎をマークしていたが梅崎が中へ入っていくと中央のディフェンダーへ受け渡そうとするところがそこにいるはずのディフェンダーリー・シュエポンは森脇のマークに出ておりぽっかりとスペースが空いた隙を梅崎がついた柏木のパスを受けセンターバックのディフェンダーフォン・シャオティンをカバーに引っ張り出し最後は武藤のフィニッシュへ 甲州のマークの受け渡しの隙を突いた見事な決定機だったこれは甲州の守備の癖を浦和が巧みについた場面といえる甲州は他間際の強さに自信があり1対1で激しく寄せてくる前半の序盤はそれに浦和が手こずったしかし牧野智脇,脇を高い位置へ上げてからは浦和は5トップから6トップ場合によっては7トップにすら移行できる状況に 浦和の人数をかけた流動的なコンビネーションに対し、ミッドフィルダーが吸い込まれた6ラックの広州は、マークの受け渡しに大混乱をきたした。この状況を生むもう一つのポイントとして、広州は、中央を固める意識が、強いことが挙げられる。相手に攻められたら、早めにゴール前に下がって、スペースを消し、とにかく中央を守る。スコラーリらしい、リスク排除の守り方だ。その結果 球際で強く寄せるるサイドと、中央を固める守備の間、つまりサイドバックとセンターバックの間に大きなスペースが空いた前半はここにワントップのズラタンがマークを引き連れて飛び出したが後半はズラタンが中央に残り守備を釘付けにすることでギャップとなるスペースを梅め先らに使わせた現実派のスコラーリすぐに動いたがそして後半10分頃素早くスコラーリが動く 5バックへの移行を指示したジャクソン・マルティネスを最前線に残しリカルド・グラルをサイドに下げ5の4の1でサイドのスペースを埋め浦和への対抗策を打った現実派のスコラーリらしい素早い手当てだところがこれは明らかな裏目だったスコラーリが守備に重心を置いたことでジャクソン・マルティネスやリカルド・グラルが孤立しやすくなり杭州はカウンターの脅威が激減したそこへ 浦和は後半17分に興梠心臓とリタダナリの FW を同時投入柏木をボランチに下げさらに攻撃のスイッチを入れた重心を下げる興襲に対し浦和は傘にかかって攻め立てるギャップとなるスペースを前述の梅崎だけでなく宇賀神興キ美がひたすら突き崩し興襲は防戦一方に21分の興キのヘディングは決めるべき決定機だった 水も漏らさぬスコラーリの守備にこれでもかと水を送り込むペトロビッチの攻撃。広州というダムにひたすら圧力がかかる。リスクを排除したがるスコラーリ采配が逆に浦和を乗せるリスクを生んでしまった。これは面白い構図だ。鉄壁と定評のあるスコラーリの超現実主義がペトロビッチの超理想主義に対して脆さを見せている。振り返れば昨シーズンのガンバ大阪は。 ここまでバランスを崩して攻め立てることはなかった。だが、浦和はそれをやる。もちろん、グループリーグという状況の違いはあるにせよ、普段から、両クラブにはその傾向がある。ガンバ大阪の長谷川健太監督も、現実的なバランス重視の巧みな采配をするが、スコラーリのように、超はつかない。守りながらも、カウンターの目は必ず用意するし、それを捨ててまでのファイブバックはやらない。やったとしても、 終盤の終盤だ。程よい現実派の長谷川采配は、浦和のペトロビッチに対して、絶妙なカウンターを浴びせ、2015年は、浦和に3勝1敗と相性の良さを見せている。ところが、ここに、スコラーリという軸を持ってくると、面白い。昨季 ACL のガンバ大阪と広州の対戦はいわば現実派同士の戦いだ。ガンバ大阪は、スコラーリの手のひらに乗ったまま、この力の差で負けた。 正直打つ手なしという印象を受けたところがこの試合では浦和のペトロビッチが傘にかかって甲州をあたふたさせているスコラーリは相当やりにくそうだ爆買いクラブを打ち破る方法論がここにあるその後スコラーリは5の4の1を元の4の2の3の1に戻したこれにより逆に甲州がボールを持ち直して攻める時間帯が増え 浦和にも少し疲れが出たのかゲームは落ち着いたしかしそのまま終わるかと思われた後半44分浦和は柏木の絶妙な浮き玉パスに対し相手サイドハーフを振り切って駆け抜けた牧野のクロスをズラタンが落としコーロキがゴールネットを揺らす結果論だが杭州は5バックのまま我慢していればこのサイドの大外のスペースを突かれることはなかった現実的な5バックも元に戻した采配もスコラーリは 何もかかかももがうまくいかなかったもちろんこれだけ杭州を振り回すことができたのは浦和のコンビネーションサッカーの質が高いからだ中国人選手やパウリーニョらの球際の寄せはかなり強いがポジション連携でフリーな選手を作り出す浦和のミシャ戦術はその1対1をさせてくれない手堅さを心情とするスコラーリにとって実はかなり苦手なタイプではないか1対1の強さをベースとする杭州の組織を コンビネーションの裏側が打ち破る。現実主義に対し、理想主義が傘にかかって攻め立てる。実に面白い対戦だった。0-2から追いつかれる試合など、スコラーリにとっては恥でしかない。内心は、蝶が煮えくり返るような思いではないか。もちろん、これで、爆買いクラブ恐れるに足らずとは言えない。もろさを見せたとはいえ、やはり強い。恐れるに足る。ブラジル代表でもそうだったが、 スコラーリは、キックオフと同時にラッシュをかけ、そこで点を奪い、あとは、守備を固めつつ逃げ切るサッカーが大得意だ。2013年のコンフェデレーションズカップでは、日本代表やスペイン代表に、このパターンで対勝している。今回の浦和も、序盤の失点は避けられなかった。あの爆発力は脅威でしかない。だが、それはお互い様だ。甲州にとっては、浦和の組織的なイケイケサッカーは、脅威でしかない。 you <laughs>